にちは、新州読書会の宮沢です。今日も、ルソーの社会契約論の続きを解説していきたいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集しています。ご登録ください。 Amazon 楽天のリンクが貼ってあるんで、1回踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入ります。ご協力ください。ノートというサイトで、コンテンツを販売しておりますよければご購入ください。あとですね、チャンネル登録、グッドボタンご協力ください。今日は54ページ続きですね。第5章、生と死の権利についてからですね、続きを読んでいきます。犯罪者に課せられる死刑もほとんど同じ観点のもとに考察されうる。資格の犠牲にならないためにこそ、我々は資格になった場合には死刑になることを承諾しているのだ。この契約に際しては、我々は自分自身の生命が左右されると考えるどころか、生命を保障することのみ考える。その時、契約当事者のうちに自分が首をくくられると予想する者が一人でもあろうとは考えられないということです。死刑の問題を書いてます。国家が国民を死刑にしていいのかという問題ですね。前回戦争のお話をしましたけども、戦争の場合はその共同の力を挙げて守ってる身体や財産をですね、守るためには国家はお前の死ぬことが国家に役立つのだっていう命令をするときある。その時は市民は武器を取って戦って死ななきゃならないと。なぜなら、一旦緩急あれば、ね、なんか、義勇、公にし、教育直後の言葉にあるような話ですけども、祖国に危機があったら武器を取って戦って、みんなの財産と体を守るってことを、この条件によってのみ、国民ってのは生きてまして、国民の生命っていうのは国家からの条件付きの贈り物だってことですね。それと同じように犯罪者ですね、テロリストとかがいたとしたら、テロリストの死ぬことが国家に役立つんだっていうことはであれば、テロリストが死刑になることは承諾してるってことになるってことですね。死角って書いてありますけど、死角。テロリストって言ってみればいいですね。無差別テロみたいなことの犠牲にならないために、無差別テロをやる人間は死刑にしていいんだと。社会契約ってのは基本的に生命とか財産の、保存のためにあると。いうことですね。だからそれを脅かす者にとって、がいたら、国民の中にですね、それは国家のために、死刑にするケースもあるってことですね。ただこれ後で出てくるんですけど死刑は主権者がやるんじゃないと。主権者が他人に授けることのできるが自ら行使しえないところの権利だって言ってますね。今はもうフランスは死刑廃止してますよね。ですんで、死刑にはしないんですけども、ほぼテロリストはその場で射殺されるケースが多い。それは主権者が射殺してんじゃないと。どっちかというと主権者が、警察にその場で射殺する権利を授けてるから、射殺すると。ということですね。を言っています。この部分もちょっと、よく考えれば、国家と主権者、国家と国民の関係ですね。主権者と国民がどう違うのかって、これね、主権者って言葉が難しいんですよ、これ。主権者ってのは一つのまとまりなんですね。国民ってのは一人一人なんですけど、主権者ってのは一つのまとまりですね。
この主権者と国民の関係ですね。主権者は、国民を死刑にする、自ら死刑にすることはできないですよ。他人に授けることの、他人に授けることはできるが、自ら行使し得ないところの権利として、処刑ってのは個別的な行為になるわけですね。誰かを殺すっていうのはね。なんだろうな、これよく考えると、なんだろう。法務大臣が死刑に署名すると、裁判所で判決が出ると死刑と。で、最近もね、2人処刑されてましたけども、死刑になってましたね。法務大臣の許可が出れば死刑は執行されますよね。個別な行為ですよ。法務大臣が OK 出して死刑にしてんですね。これは明らかに個別な殺人と言えるわけですよ。実際どういう形で死刑してんだかわかんないですけど、公死刑っていうか、ね、なんかこの床が抜けて首くぐるって形になってんだと思うんですけども、誰かがボタンを押すわけですよね。ボタンを押す許可は必要だし、死刑の判決も裁判官裁判なら裁判裁判陪審員が多数決で決めてるわけですね。で、これは個別行為ですよ。一人一人名前がある人がやってるということですよ。それは主権者に委託されてやってんですよ。だけど実際に許可を出してるのは主権者だってことですね。法の元に服してる主権者って集団がいると。で、その集団が犯罪者を処刑するっていう法律上の文言があって、法律上の文言じゃないな。そういう決まりを作ってるんですよ。それは社会契約の中にある決まりが個別に行使されるってことですね。麻原彰晃が死刑になると。それを誰か殺してる、ボタンを押して殺してる人がいるわけですね。これは個別の殺人なんですね。個別の殺人ですよ。だけど、それとは別に、それは主権者が、そういう犯罪者を死刑にするっていう、正当な手続きのもとですよ。別の枠組みがあって、それが具体的になると、誰かが拘置所で死刑になるっていう、殺されるっていう現象になってるってことですね。そう考えるってことですよ。哲学的に考えるそうなんだ。フランスは冤罪になるから、冤罪の可能性があるから死刑にしないってことになってるんですよね。今までも冤罪で死刑になった人がいるかもしれないと。だからなんだろう、主権者が処刑しちゃいけないってことではないと思うんですよ。冤罪の可能性があるから死刑にしないってことですね。それ以外のもう明白な犯罪で、もう無差別テロがやった人もその場で射殺するってことになってですね、これね。フランスでテロがあれば大体その場で、ね、武装した警察官が犯人射殺してますから、さあもう個別的な 処刑ですけども、でもその個別的な処刑を OK にしてるのは、主権者が、その警察なり何なりに、処刑を行使する権利を許可してると。でも主権者自体が犯罪者を殺すわけではないってことですね。その抽象化された社会契約の中の処刑と個別に誰かが誰かを殺すっていうことは別だって考えてるんですよ、これね、ルソーはね。だから例えばその死刑判決が出てね、じゃあ死刑のその絞首刑のボタンを押した人を殺人罪で告訴するっていう、なんかそういうことをやるケースがありますよね。これっていうのは成り立たないんだってことを言ってるんですよね、おそらくね、これね。許可してる主権者の方あると、権利を、その死刑の行使の、犯罪者の死刑の権利の行使の許可を出してる主権者があるんです。主権者は我々自身なんですね。ひとまとまりとしては我々自身が許可を出してんだから、我々は我々を自分で裁くことはできないですね。
という論理になってると。だからその死刑のボタンを押した人を殺人罪で告訴するってことはできないっていうこの枠組みがあるわけですよ。そういう考え方するんですね。具体的なものと抽象的なものを分けてるんですね。現象として起こることと社会契約の組み立てっていうのは別だってことになってるんですね。これが分かるようにならないと、なんだろう、国家ってものが分かんないですね、社会契約もね。で、続きです。その時、契約者、当事者のうちに自分が首をくくられると予想する者が一人でもあろうとは考えられない。誰しも自分が犯罪者になって、公私刑になるとか、その場で射殺されるとか、予想する人は一人もいないと。そういうことで、できてる。自分、まあ基本的に国民ってのは自分の生命が保障されることを考えてるということですよ。自分がテロリストになる可能性なんか考えてないわけですよ、多くの人はね。どんどん人は安全安心で寿命まで生きられるっていうことを、寿命までっていう言い方もねえか。まあ安心安全で生きられるってことを、まあ普通は思ってると。自分がいつかテロリストになって、首をくくられると国家から死刑だって、お前が死ぬことが国家に役に立つんだなんて言われることは想像しないと。それは前回の論理で、誰しも国家が起こす無謀な戦争でに巻き込まれて死ぬなんて考えないわけですよ。それは自分がテロリストになって死刑になるのを想像しないように、無謀な侵略戦争をやってね、よその国でね、大岡昌平さんみたいに35過ぎて召集されて飢えて死にかけるなんて考えないわけですよね。そんなことは本当は主権者は命令できないわけですね。国民の生命と財産を守ることが一番の社会契約の重要な部分だと。誰しもがその侵略戦争で他のね、なんか東南アジアの遠い国にフィリピンとか行ってよくわかんない現地の人を撃っちゃうとかね、そんなこと考えたことないわけですよ。あるいは自分がテロリストになって何十人も殺すなんて想像何しないと思うんですよ、基本的にはね。で、そういうことだ、そういうことは考えないってことになってるんですね。でもそういうことは起こっちゃうと。起こってしまうことは恐ろしいことなんですけども、それは社会契約が壊れた場合は、起こるってことですね。まあ戦争の場合はまあ何らかの社会契約の逸脱があって、まあ侵略戦争みたいなことを、まあ、主権者が暴走して侵略戦争に加担していくってことはあるでしょうね。あるいは一部の暴走プランス、政府内閣の暴走を主権者が止められずに戦争に巻き込まれていくと。でもその場合は社会契約はどう考えても不自然だった形になってると。自分たちは安心安全を守るためじゃなくて別の論理で、まあ侵略戦争をやってしまうということがあると。その時国家と国民の関係っておかしい、社会契約が逸脱が起こってるってことですよね。そういう枠組みなんだと思います。で、続きです。さらに社会的権利を侵害する悪人は全てその犯罪ゆえに祖国への反逆者、裏切り者となるのだ。彼は法を犯すことによって祖国の一員であることをやめ、さらに祖国に対して戦争することにさえなる。だから国家の保存と彼の保存は両立し得ないものとなる。二つのうちの一つが滅びなければならない。そして罪人を殺すのは市民としてよりもむしろ敵としてだ。彼を裁判することおよび判決を下すことは彼が社会契約を破ったということを従って彼がもはや国家の一員ではないということの証明および宣告なのだ。ところが彼は少なくともそこに住んでいるということによって自分をその国家の一員と認めていたのだから、彼は契約を破った者として追放によって切り離されるか、あるいは公衆の敵として死によって切り離されるかされなければならない。なぜならそういう敵は道徳的人格ではなく単なる人間なのであって、そういう場合には戦争の権利は負けた者を殺すことになるからだ。まあ、社会的権利を侵害する悪人、例えばオウム真理教ね、地下鉄サリン事件みたいな
なものを想像すれば、まあこれは国家への反逆ですね。祖国への反逆者、裏切り者になりますね。テロをやった時点で。それまでは単なる宗教団体だったんですけども、まあ、地下鉄にサリン負けは国家反逆ですね。その時は彼らは実行犯たちは法を犯すことによって、まあ祖国の一員であることをやめると、まあ社会契約自分たちで破るわけですね。でそれは戦争だと。で戦争だとしたら、そのテロリストの組織と国家ってのは両立できないと。二つのうち一つが滅びなきゃいけないってことですね。でテロリスト、国家に反逆するテロリストを殺すのは市民としてよりもむしろ敵だと。でテロリストを裁判することは社会契約を破った、もうもはや国家の一員ではないということの証明および宣告だと、ということです。だからまあ国家に反逆すればですよ、国家に反逆すればその国家っていうのはまあみんながその主権者として集まって一度生命と財産預けてまた戻しているものが国家ですからね。その契約を一人で破ったら殺されるか切り離される、追放されるかだと、いうことです。でもう国家に反逆している時点でそんな道徳的人格として見ないで単なる人間だと。でそれはどういうことかっていうと、まあ不良みたいなもんですよ。あの敵国の捕虜みたいなもんで、まあそれは捕虜がやった犯罪のやったことの大きさによればその場で殺されることもあるということを言ってんですね、これね。で続きです。しかし犯罪者の処刑は個別的な行為だと言われるかもしれない。いかにも。だからこの処刑は決して主権者に属するのでなく、主権者が他人に授けることはできるが彼自ら行使し得ないところの権利である。私の考えは全て一貫しているのだが一時に全部は説明できない。まあ、主権者ってものは集団、国民というか、まあだから国家と社会契約結んでる契約主体ですよね。これは個々の国民じゃないんですね。個々の国民じゃなくて何か、この抽象的な何か、まあ一般意思も抽象的な何かなんですけど、主権者っても抽象的な何かなんですよ。まあそれは国家も抽象的な何かなんですけども、抽象化された何かなんですよ。具体的な何かじゃないですね。その具体的にはその政府内閣ですよ。プランスってものになるかもしれないですけども。主権者、それぞれの国民ですよね。私たち国民主権で頑張りましょうとか言ってる人たちが具体的にはそうなのかもしれないけど、国家の枠組みって一つもう抽象的なことが一個上にあるってことですね。その上に個別具体の現象があると。で個別具体の現象の中では人を殺しちゃいけないんですけど、国家とか主権者と国民とかそういう一回抽象化された枠組みの中ではテロリストは処刑していいってなるわけですね。でそれが実際にその個別具体例で誰が固有名を持つね、麻原彰子とかそういう人が死刑になると。で誰がボタンを押すと、法務省の役人ね、東京拘置所に勤める方の誰かがですよ、死刑のボタンを押すと。で殺すっていうのはこれはまあ個別に見れば個別的行為だから殺人ですよ、単なるね。だけど殺人だけども、その殺人っていうのは主権者がその個別に法務省に授けたと。でも自らは行使しない権利を授けてやらせてると。で俺はこの論理が難しいだろうって言ってんですね。私の考えは全て一貫してんだが一時に全部説明できないと。このルソーの、日本でルソー全然理解されてないってところは私なんかだんだん読んできて分かったんですけど、一個完全に抽象的な数学的なあの国家とか主権者っていう何か集合論みたいなものがあるわけですよ。それぞれの枠組みが、それは例えばじゃんけんポンでもいいわけですよ。グーチョキパーがどうやってか三すくみみたいなものを考えてるわけですね。国家と社会契約と主権者っていう、でその中で起こってることと個別具体は別々にして考えないと、ルソーっていう思想家は、まあ、ちょっと理解できないと。まあ、ルソーのみならずホップス、ジョン・ロックからの社会契約というのはかなり抽象化された何かなんですね。自然権とか個々の人間
具体的な個別の人間を想定してるわけじゃなくて、抽象的な何かその社会的な存在っていうものを抽象化して組み立てられてる世界で、この世にはどこにもそんなもん存在しない、頭の中にだけしかない枠組みなわけですよ。グーがチョキはパーに勝って、パーはグーに勝って、グーはチョキに勝つなんて、これ言ってみればですよ、グーで相手の顔を殴ればいいわけじゃないですか。グーが一番強いわけですよ、おそらく、ね、パーで昇天するとかね、初期で目つぶししようとするとかより、グーで殴った方が攻撃力強いわけですね。個別具体的に見ればそうなわけですよ。でもじゃんけんっていう勝負は、その抽象化された3すくみで勝負を決めるってわけですよね。で、それはグーで殴った方が一番破壊力が強いとか、そんな話と別なんですね。で、社会契約っていうのはその3すくみみたいなもんですよ。そういうふうに取れば、一時お互い殴らなくて済むとかね、招待をしなくて、張り手しなくても済むとか、そういうことでできてるんですよ。その2つを分けなきゃいけないってことですね。死刑の問題も分けると。主権者が国民を死刑にすることなんで、まあ本当はできないんですね。できないけども、個別具体の場合は、じゃんけんやって決まんない範囲外のことは、もうそれはグーで殴るとかもあるわけですよね。で、グーで殴っていいよっていうのを、主権者が OK 出せば、グーで、じゃんけんポンでグーで相手の顔を殴るってこともあるってことですね。全然解説が違うかな、これ。なんだろうな。個別的なものと抽象的なものを分けて考えなきゃってことですね。具体的なものと抽象的なものが、この抽象化する力がその哲学ってこれもすごい求められる。抽象化して概念にするってことですね。ということです。まあ今日はここまでしますか。私もね、もうかれこれ5年ぐらい哲学書ね、こうやって解説して精読してますけども、まあ文学作品でも映画でもアニメでもいいんですけども、まあ個別のキャラクター出てきますよ。だけどその物語のストーリーの展開とか構成っていうのは抽象化して捉えることができますよね。構造があるわけですよ。その構造だけ見れば、実際の物語が表現してて感情を動かされるものと別のものが見えてくるってことですね。私は読書会で結構やってるのはそういうことですよ。構造的に見ればこの人は本当のこと言ってんのかっていう問題が一番大きい。まあドストエフスキーの作品とかね、そういうのは大きいですね。この人は自己正当化っていうのは抽象化しないと分かんないわけですよ。その人の言ってることは全部本当だってことになれば、支離滅裂なこと言ってる人の言ってること全部信じなきゃいけないわけじゃないですか。どっからどこまでが嘘か、どっからどこまでが事実かってことを抽象化して考えれば、そのキャラクターがどういう人間かっていうのは見えてきますよね。で、そうやって読むと全然話の内容変わってくるわけですよ。まあ私はそのノルウェーの森のね、レイコっていうのは信用できる人なのかできない人なのか問題を定義したことがあるんですけども、一般的にはほら日本人で人のことを疑わないですから、正しい、レイコさんって人はまあいい人だって思っちゃうわけですね。一個一個嘘じゃねえかと、この女はとんでもねえ嘘つきじゃねえかって考えると、またそれは一個の抽象化なんですよ。この人は仮に人間を嘘つきとしてみると、嘘つきっていうとあれですけど、まあ性善説と性アクセスですね。丸山正夫が言った言葉では、性アクセスっていうのは人間に取り扱い注意の札を貼ることだと。人間が取り扱い注意なものだって札を貼れば見えてくるものが違うわけですよ、疑ってかかれば。だけど善人だと思ってみればまた全然違いますね。 NHK のアナウンサーは善人だと思えば、いい放送、公共放送だと思うわけですよ。だからあれ全部プロパガンダで嘘だと思えば、とんでもない悪人だってね。善人面したとんでもねえ、羊の皮かぶった なんかね、化け物だって思うわけですよ。で、続きです。その上に刑罰が多いことは常に政府が弱いか怠けているかの印である。何かのことに役立つようなことができないというほどの悪人は決していない。
生かしておくだけでも危険だという人を別とすれば、見せしめのためとしても殺したりする権利を誰も持たないということです。まあ主権者が死刑を済んでないと、何かその他人に授けると、法務省の役人に死刑、自ら行使できない死刑の権利を授けると。で、刑罰が多いってことは、それは政府が弱いか怠けてるかだと、何にも役に立たないような悪人ってのはいないと。元から生かしておくだけで危険だっていう人を別とすれば、まあ多くの刑罰っていうのは、まあ、もしかしたら見せしめのためかもしれないと。だけど見せしめのために誰かを殺す権利っていうのは、まあ通常は主権者は持ってないですよね。主権者が主権者同士その見せしめのために殺すなんて、そんなことやる必要ないわけですよ、社会契約からすれば。で、見せしめをやるとしたら何かの権力ですよね。権力が肥大してるわけですよ。権力が肥大してるっていうのは、やり方が下手なんですね。統治の仕方が下手だから肥大してるってことですね。で、このことが次に書かれていくんですけども、まあ今日はここまでにしますけども、まあこれはまあ老子も、次回説明しますけど、老子も言ってるんですけどね、有名な言葉あると、国は利益を持って人に示すべからずって言葉ありますね。老子の36章にあるんですけども、これまあ いつも私は読み上げるんですけど、魚は淵より脱すべからず、国は利益を持って人に示すべからず。この国は利益って何かっていうことですね。リキラリアットじゃなくてですね、官費士によると賞罰ってことですね。心象筆罰で人を統治するっていうのは、これは統治法の手の内を人民に見せてることですね。見せしめっていうのはダメなんですよ。心象筆罰、まあ、必ず日本の場合よくあるケースは、その死刑にした後国民栄誉賞を誰かに与えるっていうね、アメとムチにやるんですよね。それは良くないって言ってるんですよ。それは統治法の言うこと聞くやつは、国民栄誉賞で表彰するけど、聞かないやつは死刑だっていうことを見せちゃいけないと。魚は淵から離れてはいけないと。統治法は人民の手の内に見せちゃいけないと。これを老子に書いてありますね。岩波文庫172ページに書いてありますけども。統治法をあからさまに見せるっていうのは国家の統治が下手だと。会社の場合ですよ。いい会社っていうのはそんなね、心象筆罰しないわけですよ、おそらく。みんな働くから。ちゃんと。ダメな会社ほど差をつけるわけですね。よくやった人はもう、社長賞だって言って。フグの刺身でも食べに行くかみたいな感じになっちゃうと。で、ダメな社員があればもうみんなで夜通し詰めるみたいなね、会議室でね、吊るし上げるみたいな、こういうことやってる会社って伸びないですよ。だからそりゃ経営法が下手だからですよ。で、刑罰が多いと。なんかやたらペナルティを課してるね。遅刻したら罰金1000円とかね、いろいろあね、やったとしたら、仕事中におしゃべりしたら罰金500円とかね、やたら刑罰が多いってことは、これは経営が下手だと。国においてみれば刑罰が多いっていうのは、まあ、政府が弱いか怠けてるかだと。まあ、社会契約が弱いってことですよ。自覚されてないっていうか、抽象的な枠組みが弱いから、みんな点でバラバラに勝手なことやるから、今度はその管理して抑えようっていう管理社会になっちゃうわけですよ。管理社会っていうのは政府が弱いからやるわけですよね。まあ言ってみれば、まあ私は自由主義社会が好き、いいと思いますよ。社会主義に比べれば、社会主義なんてただ管理してるだけですから、人間を。それはやたら政府に強い権限を持たせることになりますよね。で、なぜかっていうと、強い権限持たせないと統治できないからですよ。今の中国とアメリカを比べれば、アメリカの方が国民の統治はうまいわけですよ。
まあ、それはたくさん情報収集とかね、やってんでしょうけども、FBI とかね。だけど、一見自由に泳がせてるように見えて管理してることと、まあ、中国みたいにもう隅々まで監視カメラがあって、何かあればね、すぐ連れてかれちゃうみたいな、その強権を持って管理してるのはどっちがうまいかってことですね。一見自由に見える方にしといた方が管理はうまいんですよ。刑罰を多くして、やたら監視してるっていう権力を見せびらかして、新商品出没を見せるっていうのは、それは逆には統治が下手だからですね。で、政府が弱いからだと。いうことを言ってんですね。ということです。で、個別的な行為としての死刑をやたら出すような国ってのは、まあ逆には統治が下手だっていうか、かもしれないですよね。まあ、翻って今の日本社会っていうかね、見りゃ、まあ、新商品出没ですよ、やってることがね。お上のことを言うことを聞きゃ、ういやつじゃ、みたいな。だから国家じゃなくて、まあ、なんでしょう、会社とかね、そういうの学校とか見たってそうなんですよ。それは、一つ一つ、人間が人間を組織化してコントロールするっていう統治法に関して、やっぱり未熟な部分があるんじゃないですかね。あるんじゃないですかねっていうか あるんじゃない あれ、一見全然自由じゃないってことですよね。やり方が下手だと。まあ、最近ね、今日2019年の8月6日なんですけども、まあね、なんか表現の不自由点っていうのは、愛知トリエンナーレとかいうのでやってね、炎上してますけども、まあ、なんだろう、まあ愛知県の問題なんでね、その国の政府の人が、まあ公になんか言うってことは今んとこないですけども、まあ地方行政の首長がの統治ね、すぐ展示中止にするとか、まあ脅迫があったから中止にするとか、結構考えてやんないと下手くそだなって話になりますよね、問題の対処の仕方がね。そういうのあぶり出すためにやったんだかなんだか知らないんですけども まあ、なんだろうな。全般的な流れとしては私は現代アートなんかいらないと思ってますから、はっきりや。現代アートそのものが批判されるべきじゃないかと思いますけども。まあ表現の、まあ、この話をすればまた全然別の話になっちゃうんですけども。まあ結局その表現の不自由点をやることによって行政側の対応をさらけ出したってことですね。なんかまあ、脅迫に屈して展示を中止したっていうやり方はまあ下手ですよ。で、その下手なことによって、なんかあぶり出された感はありますけども、それはまあ現代芸術の作品そのものの問題と別の話になっちゃってる。あそこに展示されてる作品自体に、まあみんなそんな興味はないんですけども、ただその行政の対処の仕方のまずさみたいなのがですよ、あぶり出されて、まあ下手くそだなって話になってきて、なんかいう部分はありますね。まあそれは一つの側面としてあるけども、まあもう一つは私は権威主義の問題としてですよ、反逆者も権威主義なんだと。何かことを荒立てて炎上させて行政の不手際、まあ見せたところはいいんですよ。見せてるだけなんですから、ただそれだけですよ。まあ下手くそだと、やっぱり下手くそだと。それはさらされて多くの人、行政担当者の、まあ、なんだろうな、不手際っていうか、まあ不作為っていうか、まああんまり考えのないところをさらしたわけですね。で、それに対する改善策が今後取られるかっていうとないわけですよ、おそらく。別に。みんなの意識が変わるわけでもないし。まあ、すごい勢いでまた忘却されていくっていうか、炎上して忘却して、何の教訓も残さないと。だからといって、次回からそういう芸術祭の運営が、なんか良くなるとか、表現の自由について議論が深まるとか、ないですよ。だって個別の問題だから。誰かが誰かを固有名で叩く個別の問題になって、抽象化して表現の自由に関して、
共通了解作っていくなんて、そんなとこまでいかないんですから。ただ、感情的な軋轢で、マスメディアの注目を浴びて2ヶ月後にはみんな覚えてないっていうか、統一的な見解が出るわけでもない。とは思いますけどね。統一的な見解を出すなら、それなりの抽象化をやんなきゃいけないですね。抽象的な自由に関する枠組み作ってこなかったわけですよね。それはもう明治以来、大体日本人が自由とは何かって分かってるのかって問題ありますけども。まあ、少なくとも表現の自由って個別の自由ですからね。アーティストの個別の表現の自由があるわけですね。表現の自由、一般の問題っていうのはありますけども、その一般の問題抽象化した後で、個別でそのアーティストが一人一人戦ってやっていくってんならいいですよ。で、優れた芸術作品がどんどん排出されるっていうかね、なんだろう、その自由を描いてる作品がどんどん出てくんならいいんですけども、まあそうはなんねえだろうと。なんねえっていうか、なんだろう、もうコップの中の嵐で、国際的になんか問題が共有されるわけでもないし、っていう気はしますけどね。そんだったら現代芸術自体を批判した方がいいような気がしますけどね。もうね、市場原理主義にやられちゃってるわけですよね。現代芸術ってもうなんかオークションに出して売れなきゃ作品じゃないっていうところがあるわけですよ。表現の自由以前に。値段がつけなきゃガラクタだっていう中でやってて、中で表現の自由っていう別の、なんだろう、その行政組織を、交えてしか、その芸術の価値っていうものを何か訴えることはできないとしたら、それはもうやってる土壌がね、国際的に見りゃ、そのバンクシーでも何でもいいんですけど、まあなんかサザビーズとかの、なんかね、クリスティーズだかなんかありますよね。ああいうとこで値段がつかなきゃ存在しないってことになってるんですね、今作品がね。で、そこに出てくる作品、バンクシーみたいなのは表現の自由と戦ってますよ。そこら辺に落書きしてるわけですから、勝手にね。それで値段がつくんですから。人の神経逆なでるようなことをして、値段がついてる。人の神経逆なでて、さらに値段がつかないものだったら何なんだと。値段がつかなくても表現の価値があるんだっていうんだったら、じゃあ、なんだろう、今の国際社会のトレンドは、バンクシーみたいなもんですよね。魚出た上で何億円で値段がつくものがいいってなってんのに、値段がつかなくて人の気分の感情返し、行政の不作為をあぶり出すっていうのが、芸術の価値だっていうのは、それは日本の中のだけの話になっちゃって、なんだろう。言ってみればですよ。まあ、私が一番思うのは、マルセル・デュシャンのね、泉って作品ありますよね。あれは展示されてないんですよね。パーテーションの裏にあってスキャンダルになってるわけですよ。当局が展示を拒否したってことですね。今回だって拒否すりゃいいんですよ。最初から揉めて拒否せずに、パーテーションの後ろに置いてあったのを、なんか美術手帳でも何でもいいですよ。なんか、そういうの、だからパーテーションの裏で撮影して、こんなのさ、あの、ひょ、展示されませんでしたって言って。で、その美術館の外で揉めればいいわけですよね。展示して揉めるっていうのはデュシャン以下だと思うんですよ。デュシャンの泉って別に展示して揉めたわけじゃないと。展示されなくて、パーテーションの裏にあって揉めたと。その方が、さっき言った新消費罰じゃないですけど、投資法としてうまい、技術として 炎上する技術が下手すぎんじゃねえのかと思うんですよね。直接的にやりすぎてて、抽象的な哲学的な枠組みに落とし込むような仕掛けになってないわけですよ。だとしたらやっぱすぐ忘れ去られるってことですね。デュシャンの泉は飾られてないから今も語られてるわけですよ。で、飾られてて炎上してやめましたっていうのは、ほら、明らかに下手くそだっていうか、プロのやることじゃないですよ。高校野球レベル、素人のなんかアマチュア野球でね、隠し玉しましたみたいなね。隠し玉だけがうまいチームがあったら嫌じゃないですか。なんかもう、チートばっかやってる、ね。
もうサインは盗むわ、隠し玉すら何でもやり放題で勝とうとする野球みたいなのを見させられてて、そんなもんね、お金払って見るもんでもねえし、じゃあそりゃ隠し玉がいいのかとか、サイン盗むのがいいのか悪いのか問題、そういう問題になっちゃってるんだね、表現の自由の問題はね。そのプロのアーティストだったら、正々堂々とその、ねえ、その隠し玉はそんな、まあ年1回ぐらいやってもいいかもしれないけど、しょっちゅうやらないとかね、サイン盗むのはやっぱ紳士協定としてなしだとか、まあ盗むにしても盗む作法があるとか、なんかもう2塁ベースね、ランナーがね、キャッチャーのサイン読んでね、なんかコーチに出して伝えるとかね、なんかそんな分かりやすいことやってる、みっともね、なんか高校野球みたいな問題じゃないですか。分からないようにサイン盗むならいいですよ、あのプロみたいに。だけどまあそうじゃない感じがするんですよね。姑息だってことですよ。それは心象筆伐が姑息なのと一緒で、表現の自由のなんか訴え方も姑息だっていうか、まあそれはまじで絶望的だなっていうか、そんな小難しいこと扱える器量がないのに やるのやめた方がいいんじゃないのかっていう、それだったらデュシャンの泉についてみんなで話した方がよっぽどいいんじゃねえのかっていう、私は思いますけども。ということでした。話がずれちゃいましたけど、今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。